こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。ブランド品を大量出品後トラブルになりました。ブランド転売の注意点とはというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画では、今現在のメルカリのえブランド販売のね、状況をね、まあ、あの、その情報をですね、仕入れたので、ね、ぜひね、紹介させていただきます。 メルカリの現在のブランドの販売ですが、最近ですね、かなり厳しいものになってます。ブランド品を1日にまとめて20個売ると、アカウントね、停止になるようです。ルイ・ヴィトンなどのハイブランドに似た商品を大量に出品すると、1週間ほどね、アカウントがね、アカウント停止になるようです。まあ、キャノンやニコンなどの、 カメラは偽物が作らないの、作れないのでアカウント停止にならないのですがルイ・ヴィトンなどのハイブランドは偽物を大量に作ることができますのでこちらの商品をね似たものとかを大量に出すとアカウントの停止になるなっている方が、ね、非常に多いのでぜひねこのハイブランドですねバッグとか、えー、財布とかねまあルイ・ヴィトンに のようなね、ハイブランド出すときは、ぜひね、注意して、出品していただければいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マリニマリアプレゼントします。その際、ニックネームか、スタンプをお願いします。それと、えー、0円転売コミュニティね、始まりました。えー、LINE 登録、LINE ですね、登録後に、 ゼロ円転売コミュニティに参加したいと言っていただければ、誘導させていただきますので、ぜひ連絡をお待ちします。あと、YouTube から質問は一切受け付けてません。LINE 登録後にね、質問していただければ、お答えさせていただきますので、よろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。